まあ、ワンポーズを作りたいっていうところでですね、そんなお話でございます。まあ、実際ですね、こう、形から入るって大事なことで、ね、いろんなものって、皆さんこう、なんていうのかな。まあ、最近でもないですけど、文字認識とかさ、なんかこう、視覚優位タイプだよねとかね、まあ、そんな風になんかこう、まあ、フレーミングされることってありませんでした？まあ、自分自身もね、そうやってこう、ああ、自分の感覚入力タイプとか、まあ、物事をね、見たり聞いたりとかね、そういった時に、どの感覚入力のタイプ、どの入力のタイプが自分に合ってるのかなというようなことをですね、知っておくのと知らないのとではですね、まあ、やっぱり変わってきますんで、まあ、知ってるとね、それは一つ良かったりするんですね。で、まあ、その内容っていうのはですね、僕のこの本棚の中で言うと、どこだ？こっち？この辺になんかありそうです、多分。もともと NLP の、NLP だから、この辺だ、この辺。えい。で、こんなアホなことやってないで話進めろってやつだな。ですね、NLP の言葉だったりしますね。体制感覚入力タイプとか、聴覚優位タイプとか、あとは視覚優位タイプ、文字認識タイプとかね。多分若干適当なこと言ってる部分あると思うんですけど、大まかに言うと、まあ、まあそんな感じだったはずだな。VA、B でビジュアル、A でオーディオ、VA、なんだっけ。まあいいや。あとは体制感覚で3つくらいをね、提示してたと思うんですね。僕も久しぶりにこの話題持ってきたんで、うろ覚えですね。後で調べときます。けど、まあ、ね、そういう形で、感覚入力タイプとかね、そういう、感覚入力タイプ俺好きだね。多分僕、文字認識とかね、映像とか、こう、まあ、画像から入りがちっていうところはあるんですけど、まあ、もともと僕自身もですね、ずっとこう、絵を描いたり、まあ絵を描くほどの絵なんて全然描いてねえけどな。まあ落書きとかが好きだったりとかね。まあメモをしてったりっていうことがすごく大好きだったっていうのもあるんですけど。まあそういうのもあってですね。どちらかというと僕は多分映像とか文字とかね。そういう視覚的な部分を優位としているタイプだとは思うんですけど。ですけどね。まあいろんなこう、そういった入力タイプがあったとしても、まあ、人間ってもともとどういう生物だっけっていうところまで立ち戻るとですね、一番最初にこう、鍛えるっていうのもちょっと違うかな。まあ、一番最初にこうね、自分自身に入力するときって何から入力して、で、それを頭の中で、どのように認知していくのかっていうところをね、ちょっとこう考えてみるとピンとくると思うんですね。まあ、こういう時に僕がよく皆さんに投げかける質問っていうのは、これから一つの言葉をここでお伝えします。その時に皆さんが頭の中で思い浮かべたものを教えてください。いいですか？わかりました？ね、いきますよ。リンゴ。はい、じゃあどんなものを思い浮かべたでしょうか？ね、おそらく皆さんね、赤いリンゴだとか青いリンゴだとか、ね、大きいリンゴ、小さいリンゴ、その辺の違いはそんなないと思います。面白い回答をした人の中には、アップルマークを、思い浮かべましたって言った人もいましたね。でもこれね、いきなりリンゴって言われて、まあ、文字でね、ブワッと思い浮かんできた人って、実はそんなにいないはずなんですね。というか、むしろ最初に、ですね、リンゴの映像が来て、それに対して、文字という形で言葉をラベリングしていったりするんですよね。なので人間ってもともとね、人間の第一言語って言われるくらいに、イメージ、まあ、映像的な情報ですね。そしてそこからのイマジネーション、想像力っていうところがですね、自分自身のこう、まあ、物事というかですね、そういったものを処理するときの一番最初のね、部分になってくるんですね。じゃあそれを踏まえて、本当かよと思う方もいるかもしれませんので、ね、いろんな場面でね、じゃあ、そういったこう、映像から入ってくるものってどのくらいあるのかなっていうのを見てみ、思い返してほしいんですね。
まあね、IR の皆さんさ、あんまりこう、テレビ、ね、だらだら長く見る方、少ないと思うんでね、まあちょっとこう、どうかなとは思うんですけど、テレビの CM、ね、まあ YouTube とかでもいいですかね。まあCM とかでですね、こう、ポーズを撮ったりするものって結構多いんですよね、最近。まあテレビ CM じゃなくてもあれか、ね、赤さんの IL マーク、IL どっち？これ、あ、逆？どうだっけ？ここ、あれ違う？俺ができてない。じゃあ、ウォーキング療法士のウォーキングマーク。いや、こうだっけ？こうだっけ？なんか、ちょっと微妙だな。で、ちゃんと紹介するならちゃんと、ね、準備しとけってやつだよね。むしろ僕、あっちの方が先なんですよね。ユーリオンアイスっていうアニメがね、ちょっと前に流行ったんですね。公式から腐らせてきてるぞっていうね、不女子界隈ではかなり人気のあったという、そうでもない。はい。まあ、ユーリオンアイスというですね、まあ、スケートのやつなんですけど、その中に登場する、一人の子をね、自分自身をもう自己暗示にかけるくらいに、自分を演出するスケーターのね、まあ、方がいたんですけど、まあ、その人はですね、ちゃんとこう、まあ、JJ っていう人なんですけど、まあ、これはもう JJ スタイルだって言って、テレビの前とかでも、こうか、J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 、どう？こう、はい。JJ スタイルみたいな感じで、うわ、難しいな、JJ スタイルって。はい。っていう感じでね、こう、ポーズを決めてるんですね。こう。ね。ちゃんと J に見えねえっていう。これもちゃんと調べとけってやつだよね。という感じでですね、まあ、そうやって、まあ、ポーズを見せてくるんですね。さあ、これじゃあまだまだあれですかね。じゃあ、ビズリーチとか。ね。ビズリーチでいいんだっけ？これもうろ覚えだね。とか、まあ、あれもなんかさ、こう、まあ、ポーズを取ってきますよね。ああいうように、視覚的に、まあ、訴えていく。まあ、そして、あれはまあ、複合的なものではあるんですけどね。こう、ポーズと、ね、ビズリーチとか、まあ、ビズリーチの回しもんじゃないからあれなんですけど、ね、言葉と、動きと、そして、まあ、すぐそれが分かる、まあ、イメージになるポーズっていう形でですね、まあ、全てのこう脳みそに効くものを使ってくるわけですよね。もっと身近な方がいいっていけば、患者さんにこうね、物事を説明するときに言葉だけで説明しますか？もちろんね、作業の科学とか、作業療法士のね、まあ、その、まあ、指導ではないな、あれは。その方に対してのその作業のプロセスを、まあね、教えていく段階とかね、そういうところで、あえて分けてやっているのは話は別です。ですけど、お手本として、視覚的に見せるっていうことをしてみたりとかですね、隣に並んで一緒にやるとかですね。まあそういったことってやりますよね。まあそういうのもそうです。ね、視覚的に見せていくことで、その人の、その人の感覚じゃない、入力タイプが、ね、まだはっきりしない時とかですね、どの入力の仕方だったらその方の記憶に一番残るんだろうかっていうところではですね、複合して何かしら物事をですね、行っていくことで、その方にこう入力する引っかかるフックになるものがね、見つかっていくっていうのがありますんで、そういったやり方をするわけですね。さあね、いろいろとこうね、説明をしてきちゃってますけど、ね、まあ、まとめると、一言で言えば脳に効くポーズを作りたいっていう話なんですよね。ね、ってなってきた時に、じゃあ、ね、IL マークとかね、IL ポーズか、とか、ウォーキングポーズとかね、っていうのと同じように、じゃあこれ1だからどうしようかなと思ったんですよね。で、皆さんならどうします？1ポーズ。ね、どういうのがいいんだろうね。まあ、僕のね、写真とかでよくこう、昔の写真ですけど、あれです。オールバックというか、髪ね、全部後ろにまとめてやってた時のやつですね。あの時よくこう、
顎に手を当ててね、ロダンみたいな感じで、まあ、やってたんですけど、あれは、まあ、僕自身あのマインドマップのインストラクターっていう、ね、資格なんかも持ってるわけなんですけど、この辺に認定証が置かれてますね。という感じであるんですけどね。まあ、あの、あそこでは、まあ、トニー・ブザン先生もやっぱりね、まあ、亡くなられてしまいましたけど、やっぱりそうやって視覚的に、ね、こう、自分たちを表すポーズを作ろうというところでですね、まあ、シンキングポーズを、まあ、作ったんですね。まあ、なので、集合写真の時とかはみんなでこうやってシンキングポーズをするわけです。で、まあ、そうなってくるとね、OT 的にも集団の凝集性とかが上がるから、やっぱいいよな、とかね、ワクワクして思っちゃうわけですけど、さあ、そうなった時に、ワンポーズ、ワンポーズどれがいいんだろうね。今のこれどうでしょう。ワンポーズどういうのがいいね。何か面白いワンポーズっていうのがですね、皆さんと一緒にできたらいいなと思っています。とりあえずそれが見つかんないうちはどうでしょうね。ワンポーズ可愛くねー、おっさんがやっても可愛くねー。ね、そんな感じです。と、まあ、何かね、そうやって、こう、せっかくね、こう、アイアカフェの朝活っていうところでね、まあ、リアルタイムでね、見てくださってる方もおりますし、そうじゃない方も、もうね、後からこうね、見てくださってる方たちも、まあ、たくさんいらっしゃると期待しているところでございますんで、まあ、せっかくならね、そうやって一緒に、こうワンポーズを作っていけたらいいなと思っている次第でございます。で、先日も皆さんにこうお題として投げちゃいましたけどね、この、まあ、配信か編集か、まあ、どちらかになるとは思うんですけど、まあ、BGM をね流していきたいなと思っておりました。で、オープニングのところでね少し静かに始まっちゃうところもありますんで、まあ、何かねそういった音楽なんかをっていうことでね、まあ、先日の動画で皆さんにお願いしていたところもありますんで、まあ、そちらもですね、ぜひ、なんていうの?こう、皆さんがなんか見つけてくれたら嬉しいなと思っております。さあ、というところなんですが、じゃあ一旦まとめましょうかね。今日はですね、ワンポーズっていうものを作りたいっていうところからですね、まあ、なんでそういうワンポーズ、ね、ポーズにこだわるのか、まあ実はそこには、脳に、ね、視覚的に物事に訴える、そして、皆さんのこう記憶に残って、いくこう、ね、自分たちを表す、ね、ポーズを作っていくことでもっともっと皆さんに知ってもらえるんじゃないかっていうところからですね提案をさせてもらった次第でございますね。まあ、それがどういうポーズになっていくのかっていうところはですね、これから皆さんと、まあ、何度かやっていくうちに練り上げられていくのかもしれませんのでね。まあ、これがいい、あれがいいはね、ぜひ言っていただければと思います。まあ、それがまたね、こういうオンラインサロンっていうところで、皆さんとやりとりをしながらね、生まれていくものだと思っていますんでね。まあ、そんなことをですね、一緒にやっていけたらいいなと思っています。まあ、予告になるかわかんないですけど、次回はそういった意味でもですね、世界観を考えるっていうのはですね、これからの時代すごく大切なものになってきますので、まあ、次回はそんな話ができればいいかなと思っているし、次第でございます。さあ、ということでですね、まあ、まず冒頭のところでね、いろいろ話したところもあるんですけど、まあ、そこは、アイアカフェの皆さん限定という形でですね、まあ、後半の14分のところなんかは、なんていうのかな、まあ、これもまた少しずつ公開しながらですね、アイアカフェでどんなことやってんだろうっていうのもね、まあ、外の皆さんにね、お伝えしながら、こう少しずつこう変わっていく様なんかもですね、お見せしていけたらいいなと思っています。ですので皆さんのご意見なんかもですね、ぜひぜひ、反映させて、なんか素敵なことを、ね、楽しいことをやってるみたいだよねっていうところがですね、伝わっていくように、まあ、一緒に作っていきましょう。さあ、ということでですね、今日はワンポーズが作りたい。ね、まあ、視覚から入ってね、脳に訴える、ね、記憶に残るポーズっていうものをね、作っていけたらいいんじゃないのっていうお話をさせていただきました。ぜひ皆さんのご意見も聞かせてください。はい、ということでですね、今日臨床に向かう方もいらっしゃるのかな。ね、土曜日ですけどね、皆さんも自分の体に体調に気をつけてですね、暑くなってきております。保水しっかりね、
患者さんのことばっかりだけではなく、皆さんもね、素敵な一日になりますように。では皆さん、いってらっしゃい。